いや、ドールさん行くっていうか、はい、封印の場所どっかなと思って行こう。たまにはいいかな、ね、たまにはいいかな。いや、すごいとこ山梨に行けて。あ、本当ですか。今度樹海行くんですけど、うんうん、あそこ分かりましたよ、あの、なんだっけ、遺体剣。あ、はいはいはい、うん、あそこちょっと行こうかなって。臭いな。え、何で行かないの。あ、俺も行った方がいいですか。行った方がいいじゃない。あ、後ろについてる。ちょっと待ってね。千代田なんか忙しそうですね。なんか言ってましたね。全然なんか。皆さんちょっと見て。臭かったな、本当に。あの辺すごく臭いですよね。焦げ臭いですよね。ね。あ、臭い。すんげえ匂い。何この焦げ臭いの。それ今4人、明さん来てくれて。なんか歩いてんなと思って俺見てて。普通の人だと思ってさ、こう思って、明さんじゃんと思って。なんか結構。うん、さっき間違えて噴水の方行ったんですけど、うん、あ、なんか歩いてる人いますよね。うん、多分いると思う。いました。はい、いや、僕なんかね、あの、こう裏道から来たんですよ。す、最短ルートここから行けるんですよ。そうすると、あんま歩かないで行ける。駐車場に行って、そう、ずっと思って。あそこ高いっすよね。高いっすね。その前の駐車場、まあ、買い物しないとっていう感じですよね。ですよね。1時間だけ無料なんですよね。だから、まあいいかなって感じで止めちゃったんですけど。1枚スクショした。ここの左の木伐採しちゃいましたね。うん、本当ですよね。前、うっそうとしてたんだけど、うん、いや、めっちゃ暑くないですか、川崎。暑いっす。やばいです。うちの方が涼しいじゃないですか。蒸し暑いっすよ。なんか、海がちょっとこう離れてるからさ、はい、うん。めっちゃ暑いな、本当に。いや、焦げ臭いんだよ、すごい。あっちあっち。次、予定入ってますか。次、あの、公園行こうか。公園っていうかね、お寺、まあ、墓地なんですけど、また、はい。止められるかわかんないんですけど、初めてのところかな、なんか。うん、なんだっけな、待って書いて、ま、なんていうのか、まあまあまあ、あれなんで、うん、まあちょっと適当に、はい、あの、駐車場に回していきます。はい、わかりました。適当に待ってますんで、はい、どうもありがとうございます、はい、すいません。ありがとうございます。いや、臭いんだけど、なんでこんな臭いの。やっぱ、ここ焦げ臭いんだよな。また後で、うん、よろしくお願いします。マジ。いや、ここね、いつも臭くなるんです。うん、今日まだだね、今来たばっかだね。初見さんいらっしゃい。臭かったでしょ。臭い、ね、言った通りでしょ。匂いが強くなったでしょ。はい、ほんとやばいよ、ここ。この辺りがすごく、木切っちゃった。強くないか、なんかあんだろうね。今日どこですか、サトシ君。正面から裏見た。裏見ました。書いてあったでしょ。文字書いてありますでしょ。え、何の音。え、何の音今。シリリーンって。あ、これです。あ、これか。殴る。うん、いいって。今いいか。いや、ライトすげえ熱持つな。ちょっと見て。すごい。あ、コイン225。ありがとう、どうも、ネグニアさん。正面はい、こんばんは、ルンさん、どうも。エイチャーさん、つくだに。さっきのところ今日もやる。つくだに高橋さん、いらっしゃいと。このね、裏側がね、やっぱいますよ。いや、いるよ、ここは。あれ？つくだに、マムさんいらっしゃい。あ、調べてみな、緑川沿いのサトシ君。本当に、これね、実はね、はい、俺ちっちゃい時、はい、もう聞いてるんですね、はい。おじいちゃん、ここでね、墓が見つかるんです、納骨家さんのね、はい。ここは絶対行っちゃダメ。いやっていうぐらいやばい、このビートがかれへんって。だって今匂いなくなりましたよね。でしょ。はい、多分もう警告してるから。ですよね。まあ、帰るだろうって多分思ってる。だもうちょっとしたら帰りますけどね。違うとこ行きますけど。紫色も要注意。ボスキンね、これね、実はね、あのサイドに書いてあります。サイドですか。簡単なんですよ。前の正面は幼稚園のその同級生が、はい、サトシ君に込めて書いた内容なのね、はい、その内容がサトシ君遊ぼうね、また遊ぼうね。いや、鳥肌が。そんな感じのやつが書いてある、うん。全部読むとやばいらしいんでね。攻撃されますよと。もう次多分匂ったらもう行かないとやばい。やばいですね。うん。実は俺がその奥でバーベキューしてるんで。せいじさん、マジですか。はい、あやさんがいらっしゃいと思うね。初見さんいらっしゃい。匂いは最悪です。はい、つくだに、ぼんじさん、つくだに、ゆうかさん、やばいよ。これやばいですよ。あ、見える人は多分やばいと思うけど、もう本当に光ってるよ。何あれ、あれ、なんかいない、黒っぽいの。
何あれ反射。焦ったでしょ。焦りました。本当反射だね。でかすぎるから怖いですね。いや攻撃でだよ。みんなが来るじゃん。袴の隙間だってこれ絶対こう肝試してこんなにあれしちゃってるわけだからですよね、うん、でしょ。本当やばいよ。佃煮いいと思う。ライト今ね2000ルーメンです。これは明るいでしょ。まあこれ行くと1万1000なんで匂いもきついよね。明るいでしょ。やばいっすね。顔がある。いやこんな暑いと思わなかったな。地元にしとけばな。地元は涼しいよ。なんか画面今ブルーになった。右側マジ。はい、なりました。はい、リュウさん佃煮気になるか。なんでそんな冷静。だって僕一人で行くじゃん。普通に行きますよ。だってこういうところで霊園で隠れてんだよ俺。いやもう、うん、電気消して。多分今僕が走り出したらみんな走ると思うんですよ。走りますね。機材置いて俺走ります。10回やったもんね。早かったでしょ、はい、墓の間にいた。あれのうちありがとう。異常なことっていうかね、本当にここね死んでる人いるんだ。うん、つくなみです。どうもね。いらっしゃい、さとみさん。いらっしゃい。怖くないよ全然。だから怖さを求めるんだったら他の心霊するね。怖い怖いって言ってる人もいると思うけど、実際怖くないと言ってるってことは怖くないんだよ。わかる。それは作ってんじゃないかな多分、うん、俺は作らないんでね、うん、今落ちたら乗られると思うな。それさ、ただ暑いかなって。汗がすごいよ。今日どこですか。今日はね神奈川県の川崎にあるね緑川カレーです。行ってはいけないって。まあ神奈川では結構やばいかもね、ここはね。はい、飯落ちいいですね。はい、かなさん佃煮残ってるよ。もう YouTube にいっぱいあるよ。ずっと YouTube 本当に昔の方がやばいとこ行ってるよ。かなりそうなんですよね。うん、見れば分かると思うよ。あのね、行った人は言えるよね。言えますね、うん、場所。言うほどと言うほどじゃない。分かるよね。分かります。軽くね、はい、分かります。言うほど道があるからね、はい、荒れてないから基本的にね。そうですね、うん、言うほど整備されてます。そう、整備されてるから。うん、浜松あるよ、うん、何か言った。あ、どうも猫さん、ね、どうも。その決めがあった。ロシア村はいつってね、あの廃墟ですからね。そのうちからか、うん、おかずは作らない。ウッドさんいらっしゃい、うん、やばい。これ緑川霊園のサトシ君像とか入れれば出るんじゃない。見れません。見てくださいよ皆さん。はい、島町さんいらっしゃい。ただ言えることは最初はみんな怖いです。でも10回行けば多分ね、おそらく慣れてくる、うん、そこは行ってないね、坪野高専はね。伊勢亀は行きました。つまんなかったですね。レベル、僕の中ではレベルが10段階中 0.01 ぐらいです、うん、もう一回行きの方いいよ。あ、なんかライトがおかしいぞ。熱っ。クワガタいねえかな。見えた。あ、久々です。どうも。しゅんさんかな。いや、大谷駅って四国でしょ。なんかここはもう結構行ってる。20回ぐらい行ってんじゃない。20何回ぐらい行ってんじゃない。神奈川は地元だからね。地元っていうか、神奈川ホームコースだからね。結構行きますよ、僕。うん、笑った。ここで溺れてる。ここ底なしって言われてる。だから皆さん気をつけて。マムシもいるからね。助けて。言わないよ。ん？いや、あっちの木の手に。あっちやめたがいい。やめた。あっちはやかんない。え、あそこやばいんですか。立ってる人多いんですか。え、やっぱりですか。うん、あそこ、こっちはあんま入らないのがいいよ。取り憑かれるかもね。やっぱり。あの子供の霊っていうのはね、はい、助けてくれるって感情があるともうついてくるからね、ずっと。あ、そうですね、うん、皆さん。トールさんが行ったらダメだ、行ったらヤバいよ、うん、まだまだ、まだやめたらないと思うね。経験的にね。そうですね、うん、こう長く ひどく伸ばしてあげたいから、しのぶさん死んだら。そう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 、それもあるし、はい、やっぱりまだちょっとビビりがあるから。そうですね、怪我するよ。怪我する、怪我で済めばいいけど危ないですよね、うん、死んじゃう可能性ある。うっ、え、え、なんか落ちてきた。
落ちてきた。怖い。嘘でしょ。いや、そろそろやばいんじゃないかな。え、何もお、虫が寄ってきた。蚊に食われたぞ。蚊に食われたぞ。大丈夫ですか。大丈夫。そんな落ちたんですか。うガチな顔で。うん、人がいないね。じゃあそろそろ戻ったのにね。危ないね。こっちが行こう。ビビる。ちょっとね、サトシ君の方で攻撃であるから、そろそろちょっと違う場所にね移動していきます。警告受けましたよ、うん、助けて。あ、稲村ヶ崎は出ないと思うけど、防空壕なんでね。死ぬよあそこは。あの防空壕は入れないよ。やばいっすね、うん、死んじゃう死んじゃう。昔のね、はい、うん、戦争がもうそろそろ終わった時期でしょ昔の、はい、だからやばい、ね、やばいんですよこの時期って。うわ、もうそろそろ帰ってくるわけだから。終戦ですもんね。そうね。いや、亡くなった方もお盆に帰ってくるから ね。お盆はやっぱり結構捉えてる。危ないですね。うん、お腹すった。お腹すいた。うん、ああ、あれね、茅ヶ崎のね、あれは今あれ高校じゃん、西山高校と。あれですよ、介護センター。介護だからダメだよ。結核坊主ね、知ってるよ。あそこはいけないね。高校では死んでるよね、飛び降りでね、何回も、うん、そう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 。あれは僕すごい知ってるけど、いけないからね。右側奥ね、うん、川崎も、ね、横浜も苦しいすごかったんじゃない。都心近いからね。ああ、そうですね。この辺は分かる？ちょっと気温が低くなったでしょ。はい。だからこの辺なんか下がりました、ね。下がったでしょ。だからこの辺りは危ないってことだよね。今歩いてるね。佃煮食べるよ。好きだよ、海苔の佃煮は。うん。